野関駅は愛知県名古屋市港区の関2丁目にある名古屋臨海高速鉄道西名古屋高線の駅である。駅番号は安住。島式ホーム一面二線を有する高架駅。上下線のホームに安全対策として可動式ホーム柵を設置。バリアフリーの対応としてエレベーターを一気配置。海に近くなってくるため、隣の近所不動駅のホームドア設置までは、 至らないが駅写真の通り車風のための透明の板が設置されている。通常は駅員無配置駅であり、近所不等駅駅員が管理している。2019年度の乗車人員は356,255人、1日平均乗車人員は973人である。青波線の駅では最も乗車人員が少ない。近年の年度別乗車人員の推移は、 下表の通りである。稲江公園、藤前日潟あたり駅は、藤前日潟を観察できる稲江公園の東側に、ある。駅の近隣に、港層などの集合住宅が立ち並ぶ一方、近辺には、日波名古屋工場や愛知機械工業、永徳工場が、所在しており、工業地帯としての側面も持つ。名古屋市営バス、野関駅バス停やおなみ線開業後は、 多くのバスがここで折り返しており、バスが通じていない、近所不動方面と各地との乗り継ぎ拠点にもなっているが、乗り継ぎの利用者はそれほど多くない。市バスは基本的に駅前にあるターミナルを発着するが、途中停留所となっているフェリー不動発着便はターミナルに入らない。潮奈義社湖でイベントが行われる際は当駅から無料シャトルバスが運行されることがある。 当駅から塩なぎ社越えは徒歩約15分。ありがとうございます。